こんばんは。診察のお時間ですよ。調子はどうですか腕、痛みますかうんうん。痛みはなくなってきましたか。よかったです。それじゃあ見ていきますね。よいしょっと。んどうされたんですかそんなに驚かれて。 どうして僕の上にまたがってるんですかって <laughs>。大丈夫ですよ。安心してください。ただ少し、触診させていただくだけですから。ああ、ちょっと、暴れないでください。怪我が悪化しちゃいますよ。うん、もう、こうなったら、患者さんの体、縄で縛っちゃいますから。<laughs> じっとして、うん うん、はあこれで動けませんねでは今度こそ触診始めさせていただきますねまずは体温から測っていきまーす目をつぶってくださいねうんーちュえー、っと 36度5分くらいかな。念のため、もう一度測りますねー。はーい、目つぶってー。うーん。ちょ。はーい、体温は測れましたー。次は、調子でーす。それじゃあ、上、脱がしますねー。ううん うんな縄が邪魔で脱がしにくいなもういいや破いちゃいますねはあ <laughs> 相変わらずいい体つきですね見とれちゃいますそれでは心臓と肺の音といていきますね 患者さんの胸元に私の耳を当ててあああなたの心臓の音、ずっと聞いていられますドクドクドクって私に主張してきます ちょっと早くなった <laughs> 私でドキドキしてくださってるんですか違う何が違うんですか私に体の隅々まで診察されてドキドキしちゃってるんですよね顔まで赤くしてバレバレですよねえ患者さん私のこと 好きですよね。あなた、いつも私のこと見てるもの。あんなに熱い眼差し、私でも気づいちゃいます。それで、どうなんですかう <laughs> 嬉しいです。それじゃあ私たち、両思いですね。 ということは、もう恋人ですよね。恋人だったら、同棲なんて当たり前ですよね。怪我が治ったら、私のお家で暮らしましょう。約束してくれますか <laughs> ありがとうございます。約束ですからね。絶対に、破らないでくださいね。 <laughs> これでやっと、あなたを私のものにできます。<laughs> わざわざ怪我をさせた甲斐がありました。<laughs> あれどうしたんですかそんなに驚いた顔して。ああ、もしかして聞こえちゃいましたか <laughs> でも、今更ですよ。 もう約束してしまいましたからあなたは私のものここまで来るの本当に大変だったんですから去年あなたがこの病院に来た日以来ずっとあなたのことを考えてましたあの時は軽い怪我でしたからすぐに退院してしまいもうあなたに会えないと思ってましたでも私 思いついちゃったんです大怪我をさせて私がお世話をすればいいんだってそうすれば一緒にいられますし毎日優しくお世話をしてくれるナースさんに好意を抱くこともありますよね実際あなたは私に続婚でしたし <laughs> そうですねあの事故は 偶然ななんんかかじゃなかったんですでもこうして優しいナースさんと恋人になれたんですから許してくださいますよねお前なんかとは恋人にならないえー、っと約束してくださいましたよねそんなの口約束だへえ。 そういうこと言うんですね。これはしっかりとしつける必要がありますね。これからは優しいお世話なんてしてあげませんから、あなたが誰のものなのかわかるまで体に刻み込んであげますので、覚悟してくださいね。